新古コ氏は、和歌山県出身のプロマジシャン、ユーチューバー、関西大学社会学部卒業、株式会社スラッシュパイル、所属。幼い頃、目の前で、母親がやってみせたカードマジックに魅了されたことをきっかけに独学でマジックを始める。多くの人々を楽しませることを基軸に、クロースアップマジックからイリュージョンまで幅広いジャンルのマジックを得意とし、 数多くのテレビ番組にも出演している。また、パフォーマーとしての出演だけでなく、演出や監修も手掛けており、マジシャンとしては日本で初めて、京都を拠点として行われている、ノンバーバルパフォーマンス公演、ギア、ギアマイナスの創設に関わるなど、革新的な取り組みも多い。中でも、得意としているのが、ブレインダイブというオリジナルマジックで、人の脳に潜り込んで情報を引き出し、 考えを読み当てるというもの。あくまでマジックであり種も仕掛けもあるというが、その理解しがたい不思議なスタイルから、ケッタークラスの SCP ではないかと疑われるほどで、ある。現在は、YouTube チャンネル、新しくんにて、街角マジックなどの配信も行っており、種明かしのようなマジシャン向けコンテンツではなく、一般向けに常に、新しいマジックを展開している。ギアギア、その他。 ありがとうございます。